今この音声についておっしゃった中で非常に重要なのは1発目と2発目の音が同じ音を出したとドゥオーンだということででその間に映像の0.2秒にぴったりと論理的に一致する。 タイミングでシュピと音が入っているそ,うです、ね、それが安倍さんの右襟を動かして黒いシミができたその玉とだとするとぴったりそれで、えー、と高田先生はですね札幌医科大学の名誉教授でいらっしゃって、はい、理学博士物理学専門の理学博士でいらっしゃいます、はい、でそのご自分の研究それからまあ,あの教育と並行してといいますかね 7月8日の安倍元首相の暗殺に至る政府といいますかね奈良県警といいますかねの発表について学者として論理的科学的客観的にどうもおかしいんじゃないかというところを極めて冷静に指摘されていますで、この文化人放送局でもね、何回かお出ましいただいてお話をお伺いしていると思うんですが 私もねぜひ直接お目にかかって物事をちょっと整理させていただきたいということでわざわざ今日来ていただきましたありがとうございますはい高知ラクソよろしくお願いしますしお願いしますそれでえっとまずその奈良県警は8月24日にね、えー、一応まあ警察庁というの発表報告書という形で安倍さんの暗殺安倍さんの死因といいますかねについて発表しています、えー、高田先生は この発表についてまずどういうふうに受け止めておられますでしょうか。えっとそれがまあ8月のまあ末に出たわけですが、はい、私はあのニュース当日のニュースは、まあ、しばらく続いたわけですが、あの時以降ですね、あのインターネットにアップされた狙撃瞬間映像ですね。はい。この存在に気づいたわけですね。はい。まあこれはあの。 世界中が見たと言われています。なぜか、その狙撃の。警部命中の、そのシーンですね。日本の、あの、日本というよりは。エクアドルという国の。あの、ツイッター。に出てきたんですね。うん、そこは、あの、それで、皆さん気づいた。まあ、日本人も気づいたし、世界中がそれに。 その狙撃のシーンを見たと。で、それを、あの、私もツイッター、ずっとやってるわけですが。フォロワーさんが、その存在を知らせてきたんですね。だから、あの、私は、あの、誰がそう言ったとかじゃなくて。事実に基づいて判断するというのは科学者なんで。その事実が、事実と事実の二点を結ぶ線。 これれが切れちゃまずいわけでそれがあの論理的に科学的につながった時にそれが真実であるとこう理解するわけですね、はい、そういう具合にあのその瞬間映像有名瞬間映像ですがそれを見て最初にあ「あ山上は」のパイプから飛び出したと言われる三段が安倍さんに命中したんじゃなかったんだともう7月の段階で気づいていて。 それからややしばらくして警察庁報告、はいはい、報告書ですねひ、うんえー、月つ月以上遅れて8月24日その存在また分かってですねあまりあのきちっとあの警察は奈良県警も含めてあの報道の前であの記者会見しません。はい、でやっとあのそういうものの存在に気が付いて、うん、見たら。うん 7月に私たちが分析した狙撃シーンの映像解析これと矛盾していると, <laughs> ということになるやっぱりあの誰もが注目する大事件ですよね日本だけじゃなくて世界に震撼させた元総理が選挙国政選挙中に狙撃されて暗殺されたという大事件、うん、これが きちっとあのマスコミもその事実を追及することもせずえ警察の発表をそのまま右から左に新聞記事にしてみたりですねテレビ放送に上げたりしてるというのが現実ですね。真相にたどなかなかそれをあの知りたいという国民またご遺族もあるわけでそこになかなかたどり着かない。 この怪しいなぜ今回そうなっているのかなというのは、うん、もう一方であるわけですが科学者としてはその真相究明これされていない以上しないといけないというのが、うん、まあ7月の、えー、初旬の辺りからもう起こってます。うん、で、えー、っとちょっとスライドをいくつか実はあの私というのはあの世界の核兵器、はい、あるいは核実験、はい、核爆発災害まあ 原点は広島なんですが。そこから私の科学者としてのスタートがあるわけです。はいはい、だから世界中の核,核爆発災害。はい、もう広島長崎。これはあの唯一の被爆国って全くのマスコ組が言う嘘ですが。うんうん、世界中にその核爆発の被爆者いるんですけれども。うん、まあその調査を長年世界中行ってきて。いたわけですね。はいはい よもや今回の4月8日この一発数発の銃弾の狙撃事件の真相解明に向かうとは自分自身も驚いてるわけですがもう10年ぐらい前からこのツイッターやってますがあ先ほどもツイッターのツイッター社の話ありましたけども私がツイッターやりだしたきっかけはあの福島なんですね福島の真相解明っていうのがあって。 まあそれでいろんな情報を発信するということと情報を得るということで今回もですね、あのー、この7月8日以降私のツイッターにいろいろ情報が書き込まれて情報し、でそれで先ほどの瞬間狙撃瞬間映像の存在も知ってですねそれをあの10分の1倍速で、あのー、ぶ紹介した動画 まあ、フォロワーさんにいてですねそれを見ることになったんですね、はい、そうしたら山上の、えー、パイプ、はい、安倍さんの背後から卑怯にも打った形になってますが2回爆音が鳴ったですね、はいはい、一発目の爆音、はい、それで安倍さんがマイクを持って後ろへ振り返る振り返ってこうしている間に。 実は安倍さんのこのワイシャツの襟が動くんですね。その動いてからおよそ本間2秒後に2発目の山上の爆音と白煙になるんです。はい、そういうシーン。た、はい、だ、この音速と銃弾の速さとあの計算をしないとそういうことがあるのかないのか。まあ、いくら計算してもですね。山上の球が。 仮に音速よりも早く飛び出したとしてもですねその右襟が山上の玉で動くということはありえないという物理的なあの計算結果がそうなってですねですから右襟が動いた瞬間に警部に命中ということになるわけでその警部に命中した弾丸は山上のものだったというのが その映像瞬間映像解析から分かってしまったんですね。それがもう7月の前半でした要するに言い換えますと安倍さんは山上のそういうことですあの2回の山上2回あのパイプを鳴らしましたけれどもそれによるものではない別な弾丸によって狙撃されて 安倍さんんは亡くなったんだという確証を7月の前半に私は得ていた。それであの先生の解析で映像の部分と音声の部分と両方なさってるんですけれども。そうですねその後あの音声解析しまして映像に比べると音声っていうのはあの非常にあの時間ミスが高くですね映像というのは1秒間に60枚の 画像を連続的にに示して紙にって紙、ね、あの動い,ているように見えると音声はおよそその1,000倍の細かさで時系列で音声を記録して、はい、それは時系列でやるから音響として聞こえるようになるわけです、はい、だから音響の方がさらに緻密に分析ができると、うんうん、その爆音と。 あの右が動く瞬間とかですあの分時系列解析しますと音の信号が立つ時刻とこの右襟が動く、うん、山上があの煙を吐く、はい、この時間差これがあの音響的にも一致すると。ということで、えー、と山上の打ったとう たかもしれないまあ、はい、結局打ってないってこと最終的になるんですけれども山上の玉かっこ玉によって、はい、ないんだというのがその音響的に分かったのが9月ですそれでそのあんまりね映像とかをご覧になってない方のために先生の説明を私の方で補足しますと皆さんご存知のように山上は2回 少なくとも弾を撃ったことに、まあ、いわゆる拳銃のトリガーを2回引いたことになってるんですねあの自作の変なパイプの並んでるものを。はい、1> で1発目の音声映像と2発目の音声映像があって2発目の弾、まあ、6発出たと警察は言っています。その弾が安倍さんんを殺したんだと 安倍さんの死因はその6発のうちの何発かであるんだというのが警察発表なんだけれども高田先生の映像と音声の解析によって安倍さんを殺めたのはそれよりも0.2秒前ほぼ0.2秒前に言ったれた別の弾なんだとそこにあのちょっとあの時系列映像時系列第2本でおさらいしたいんですが、はいはい、えっと。世界が知ったその 瞬間映像これは一コマずつこう時系列で、えー、時間はえと実時間の 10,、えー、10分の1になっただからゆっくりこう見えていくんですが、はい、それこの10分の1の時間をここに2.21とかこれ書いてますけども実際にはこれのえ10分の1の時間になっています。この2 この動画の中では 2, 2分21秒ってなってますけども、はいはい、そこで山上が一発目の爆音を鳴らしたと 2>,、はい、2発目は2分48秒実際にはこの時間間隔2.7秒の時間間隔、はい、この2発目の直前およそ0.2秒の時に安倍さんの右襟が揺れるんです。はいでえー 後で見ますけれどもその時にこの安倍さんの警部に黒いシミが浮き上がってくるんですすなわち弾丸が警部に命中した血があの警部に吹き出てくるという,う映像になりますそれから安倍さんは右手に持ってこの時にはもう後ろを振り向いているわけですが、はいえー、脱力して右手のマイクを下に下げて左手はやや あの多分頸部か心臓非常に痛かったと思うんでこう近づいてあと脱力してねじった体を聴衆、えー、がいる前方に戻しながらねじれた体を戻しながらこの円台40センチ赤い円台から降りるように前方に行って四つんいになるという、はい、これが映像の。で,で先ほどの弾丸の速さは音速の。 十分あ音速よりも速い可能性があるんで若干は速くなりますけどもこの0.2秒というのはいくら計算しても出なくてですね音速の音速っていうのはこの温度でおよそ毎秒3 4 0ルですが、はい、仮に1 0 0ル速い4 4 0ルの弾丸で計算してもですね、えー、到達弾丸の到達時間と音波の到達時間から0.2秒。 という値は出てこないんですね。要するに、もう国語のその駄作ですけれども、先生はその映像と音声について。これは、その映像を撮ってる人のビデオカメラが記録しているものですよね。そうすると、映像は、まあ、えー、光ですから、まあ、ほとんど、まあ、時間の誤差なく届くけれども。音声については、その爆音がしてから、その距離の分、えー、間があると。その差も計算した上で。 山上の二発目が、その0.2秒前であることは、ありえないんだ。とありえない。それで、決定的なこの証拠。あの、この時の音ですね。はい、山上の音は、ドゥオーンっていう音が。はい、あの、記録されています。はい、その、その現場にいた方の。スマホの音ですね。で。えー、ドゥオーンっていうのが、二回になったわけです。はい、でその。それぞれ白煙が飛び出すわけです。はい、およそ水平方向に。はい その間にも、う別な音があったんですね。別な音、これも。記録、そのスマホに記録されていて。音は、シュッピッっていう音なんですね。どおンシュッピッ。どおん、この後。その音、今ここで聞いてみます。聞けます、ね。先生ね、もう、そろ、あの、その本番のところで。あ、そうですかはい。はい<え>。え、ということはね、今、先生が、い、今、この音声についておっしゃった中で、非常に重要なのは。一発目と二発目の、 音が同じ音を出したとドーンだということ、うん、で,、ね、でその間に映像の0.2秒にぴったりと論理的に一致するタイミングでシュピという音が入っているそうですね。それが安倍さんの右襟を動かして黒いシミができたその玉とだとするとぴったり仮説が一致するということですよねそうです,そ,うですそれが映像と音響が一致するシグナルであったと それれからこれもうあと1分なんでもう一つ先生にあのお伺いしたいのは一発目は空砲だと二発目も空砲だっていうことは断定して構わない断定がして構わないのはいろんなこの映像的に音響的にあの分析してですねあの空砲でなければああいう映像音響にはならないというのがあります。それもあの えー、全ては見せられない今日時間がないと思うんで一部、はい、あの次の、うん、時間に見てみたいと思います。えっと、非常に貴重なあの先生の,その分析になのでこの後であので会員限定のおところでじっくりお話をお伺いするんですが何らかの形でねあの会員でない方にもこのことは本当に皆さんに共有していただきたいという私の願いもありますので。 えー、公開していくやり方を考えていくことになります。えー、とりあえずは、あと番組としては一般公開部分はこれで一旦終わりとなります。えー、その会員登録して、えー、次続いて見ていただければありがたいです。先生それ引き続きよろしくお願いいたします。